ね、これからね、これから寿司を食べに行くんだけど、メキシコの、メキシコで、あ、そう、メキシコの寿司はどんな感じかちょっと見てみたいと思います。ということで、プレアテルヌムちゃんとメロちゃんです。今ね、匂いで俺分かるから。あは、寿司ほら、寿司の匂いだ。違う。え？アミゴルフィオ。あのメキシコ風寿司は大好きやって。生の寿司は多分ないと思う。で、だから生は食べたことない。生の魚、刺身試してみたいけど、ないだろうな多分。寿司。寿司は。ということで、今から寿司屋に入ります。久しぶりの寿司だね。はい、ということでね、今からメキシコの人に寿司屋でどれがおすすめか聞いてみたいと思います。What are the recommendations? サンセットロールっていうのが一つ目おすすめ。ラーメンある、ラーメン。ああ。嘘でしょ。ラーメンの上にサーモン乗ってんだけど。まあ、とりあえずじゃあ頼んでみましょう。何来るか。何来るかサプライズだね。こっちとかね、巻き寿司にもういろんなの入ってる。見たことないもん。肉とか。チーズとか、肉チーズ、なんだこれ、まあ、キュウリか、サムライロール、エビフライが入ってる、エビフライ、醤油にチリが入ってる、あ、絶対やばいこれ、お、箸めっちゃ綺麗、割り箸。これはね、めっちゃ辛いね。超ヤバいの発見した。パンチップ。これ何かわかる？刺身つけます。おお。お、壊れちゃった。うわー。はい、ということで注文が来ました。これサーモンとマンゴーときゅうりとかアボカド。マンゴー入ってすごいよね。やばい。サーモン丼、チーズなんとか、チーズめっちゃうまそう。なんか今そのコロナのことで、ちゃんとさ、なんか出る？あ、手を洗って、手をこっち、あ、でも食べる前にこれやってくださいよって。どれぐらい？
美味しいよ。どう？美味しい。どうこれ？アボカドの一体。アボカド。これ絶対美味しい。くるみが上に乗ってる。本当に、美味しくないと思ったら絶対ありえないじゃん、美味しいの、めっちゃうまい、めっちゃ美味しい、日本、全然こっちうまいよ、生で食べたけど美味しいってということで、メキシコ人がおすすめする日本食に行ったらマジでうまかったっていう、思ったよりね、全然うまい、思ったよりも本当にね、日本食、日本の寿司と思って食べに行っても普通に美味しい。私本当はまずいと思った。いや俺まずいと思った、絶対まずいと思った、けど全然食え、全然うまい。ということで楽しいと思ったらチャンネル登録とご評価お願いします。